遅刻れたりなんかしたらね、女房も入っちゃうなという気がしてたんで、まあ、その弱みは絶対に外に出すまいと、まあ、頑張らなきゃいけないのかなと思ってるんですよね。不可能なものなせばなると自分を信じること、それは決して楽じゃないか、前だけ見て進もうじゃないか、今はこうでも明日はどう、期待が膨らむ未来の予想、近づけるために天使あるのみ、限界はないさ No No Limit。